ノルウェーの森は、トランアンユン脚本、監督による日本映画、2010年12月11日に公開された、村上春樹が1987年に発表した同名の作品を原作とする、エイリン PG12 指定。主演は、松山健一、菊池凛子、水原希子。キャッチコピーは、深く愛すること、強く生きること。 日本を舞台として、ロケーションハンティングし、2009年2月に撮影開始、早稲田大学、六甲学院中学校、高等学校、兵庫県上川町のト本高原、峰山高原、霞町の霞海岸、上野桜木の東永山寛永寺常明院などで撮影された。富士テレビが制作に協力している。監督とプロデューサーによれば、 村上春樹から映画化の許可を得るまで4年かかったという。また、1年以上にわたる交渉の結果、極めて異例なことに、劇中において、ノルウェーの森の原曲利用が AEMI より許諾された。2010年7月29日、ベネツィア国際映画祭最高賞である、禁止賞などの対象となるコンペティション部門に出品。ウクライナ、ロシア、 ノルウェーなど世界50カ国地域での配給も決定している。公式サイトでは、ノルウェーの森シーンズフロムノルウェージャンウッドと題したセリフと画面写真で展開する原作世界観を表現したスペシャルコンテンツが掲載された。また、映画の16のセリフと映像を再現した iPhone、iPod タッチ対応アプリ、手のひらノルウェーの森も無料配信。 全国312スクリーンで公開され、2010年12月11、12日初日2日間で、公衆1億8、371万4、500円、動員は13万2220人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第3位となった。40代前後の世代を中心に幅広い世代から、支持を受け、ピア初日満足度ランキングでも第4位となった。 工業収入14億円。ありがとうございます。